友達とランチドライブをしに行くので、その様子を Vlog で撮っていきたいと思います。では今日の着ていく洋服紹介します。今日はお気に入りのトップスに、暑いけど日焼け防止でカーディガンを羽織って、黒のスラックスを履きました。という感じで今日は行ってきたいと思います。行ってきます。すごい席多いじゃん。すごい。もみ。うん。どうですか？今日カラコン入れてる。え？しかも新しいカラコン。初めてつけた。昨日届いて。いいな、カラコン欲しい。見てください。このジンちゃんと同じところに袋を描いたんですけども。しかも描いてるんだ。そう描いてるの。はい、今日のリオちゃんのお洋服紹介していきたいと思います。言わないでくれて言わない優しさってのもあるからね、この世には。そうよ。植物園みたいな。本当だね。あ、失礼失礼。かわいい。音楽がおしゃれだ。めっちゃかわいいじゃん。何ここ、こんなとこあったの知らなかった。猫いるよ、猫。え、嘘な、やめてマジだと思ったじゃん。え、これいいんじゃない。虫はかなそう。サンセベリア、うん、これ可愛いじゃん。愛情湧きそう。え、ちょっとうち無理かも。なんかあの、なんかちょっとだんだん人になりそうなやつ無理なの。怖くない？これとかなんかだんだんなんか人の体に見えてきたみたいなやつがもう本当に怖くて。すごい、ここ草原なんだ。だからすごい可愛い。これ可愛い。あ、お気に入り。フランフランみたいじゃん。確かに。これすごくない？ペカペカ。見たり。見たり。かわいい。このグリーンのかわいい。ほんとだ。おしゃれな。これお皿セット。ほんとだ。しゃれてんな。めっちゃ可愛いね。待って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 。これめっちゃ可愛い。インテージだ。超可愛い。
2000円大きい。ちょっと俺汗ないでできるよ。超かわいいこれ。かわいい。じゃん。熱い。めちゃくちゃ熱い。気温がやばい。じゃん。ガラガラでガラガラおばさんですけど外でさかわいい。ふさふさそうだけど絶対ふさふさじゃないんでしょこの子。痛いんじゃない。サボテンって食べれるの知ってた。今日来たのはこちらです。ガーデン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 。半分閉まっちゃってるもん。最低だよ。もう嘲笑ってるもん。ほら本当だ嘲笑られてる。最悪バカみたいな顔されてるじゃん。冷たかったよ。冷たかった。どんまいだね。また来よう。またゴー。やばい見て。かわいいよ。いらしていらしていらして。いただきまます。いただきます。レッツレッツイート。レッツイート。今のまだ化粧水を塗っただけなので、まずからやっていきたいと思います。